それでは政府と国民の意識の違いに着目した社会資本の在り方の考察と題しまして、広島大学精神理工系科学研究科の神崎明人が発表させていただきます。まず、 本研究では、政府と国民の社会支援に対する意識の移動が明らかになれば社会支援の在り方を議論できるとして、えー、インターネット調査から国民の意識を、えー、また国土交通白書から政府の意識を抽出して比較しましたまた作業仮説として政府と国民の間で社会支援の在り方に関する意識に大きな違いはないとして検証を行いました まず政府の意識を反映しているとした国土交通白書のテキスト解析の方法を説明します。本研究ではチャット g p t 4を用いてキーワードの抽出を行いました。こちらがデータフォーマットです。まず対象データは2020年と2022年の2時点を使って、えー、国土交通白書を使用しています。えっと 1>, 1, つ1年につき約400ページぐらいでとても多いので、えー、一旦一手で説ごとに分割し,しました。その分割したごとの文章をチャット g p t に入力して、文章を要約してと命令することによって要約、要約文を生成します。で、その、えー、それぞれの要約文に対して、もう一度チャット g p t でキーワードを3つ抽出,抽出してという。 命令を行うことで3つのキーワーワドを抽出します、えー、ことき、チャット g p t の出力の揺れを考慮するために、えー、このキーワードを3つ抽出してという命令を3回行うことによって、1つの要約文に対して9個のキーワードを抽出しました。そのようにして、えー、と2020年では1350個、2022年では1214個のキーワードを抽出しました。 抽出したキーワードを、えー、自分たちで決めた14種の項目に分類して集計を行いました。こちらがキーワードの集計した結果の推移です。えー、右図では、えー、と横軸で2022年の、えー、キーワードの割合、えー、縦軸で2020年から2022年にかけての、えー、キーワードの増加数を表しています。 まず技術のキーワード数では2022年で最も多くなっており、これは国土交通白書の性質を考えたときには自然でさらに2次点でシェアが一定になっています。これより今回使った ChatGPT の抽出手順が妥当だったということが考えられます。また2022年にかけてエネルギーの キーワードの数が増加しており、これは近年のグリーン化の流れを表すと考えております。また、えー、公共施設に関しても2022年にかけてキーワード数が多くなっており、これは建設ラッシュから50から60年を経過した既存社会資本の老朽化対策を含むことが背景になっていると考えています。最後に都市整備の減少と 地方創生の増加がこの図より見られますこれはコロナの蔓延と東京オリンピックが開催したことと終了したことによるものだと考えられていて今後は大都市周辺から地方都市にシフトするということが考えられます次に国民の意識を反映したと思われるウェブデータ処理について解説します 本研究では2017年と2021年のウェブ調査データを使用して、それぞれの回答者は各3000人です。本研究ではトピックモデルというものを使用しており、えー、トピックモデルを使用するにあたり、まずデータのタグ化という行為を行います。データのタグ化というのは、えー、とどんな質問にどのような回答をしたかということを、えー、一つの単語としてデータ化することで、 えー、下の図が例になっているんですけど9の1の1で社会や家族に対する不安を問う大門で気候変動による災害頻発に対する不安を問う証文があった時に位置の非常に不安を感じると回答したことを、えー、周辺に不安を持っているので修復それに続いて気候変動に対する証文なので気候で最後に回答の位置を表した 1>, 修復機構1のようにタグ化をしていますこのような、えー、タグに対して、それぞれのサンプルとタグの出現頻度を成分とした行列をトピックモデルに入力することで、サンプルとトピックの確率分布の行列と、えー、トピックとタグの確率分布の行列を出力しました。 また、今回は2次点共通のトピックを抽出するために、投入データは2次点分すべてで6000サンプルとしました。また、回答者の態度と意識を抽出するために、個人属性と総合評価を表すと考えた社会資本整備予算に関する項目は除きました。また、予測性能を表すパープレキシティとトピックの品質を表すコンヘレンスを えー、元に今回トピック数を11に決定し,しています。こちらが、えー、と11個の十一個に分けたトピックの図です。えー、この際、えー、各トピックの、えー、に、えー、多かったと思われる上位タグをに対応してそれぞれのトピック名を決めています。えー、例をとると一番左上の、えー、中立日付というトピック名は 日本に関する不安についての選択肢、あ日本に関する不安についての質問のに対して選択肢さんのどちらでもないという中立の回答が多いグループだということを表しています。また、この JOY タグの関係を見て、黄色のトピックは社会資本整備に中立から否定的な立場を取っているグループ、また緑色のグループは社会資本整備に肯定的な なグループとしていますこれらのトピックシェアに関しては、えー、両時点の共通トピックは中立日付と弱、えー充実、厳正日地、えー、中立十日の4トピックで、2021年の中立十日を除くと、これらはそれぞれ10倍以下にとどまり、主要トピックではないことが分かりました。 次にそれぞれのトピックと社会資本整備予算の分析を行いました。今回のウェブ調査アンケートでは社会資本整備予算に対する意向を聞いたアンケート項目があってそれに対するトピックごとの傾向を分析しました。その図が右下にある図でカセルの計算した方法というのが全サンプルの えー、社会資本整備予算に対するカテゴリーに対して、えー、トピックごとのカテゴリーの割合の比を取ったものを表しています。えー、つまりカク,セルのカクセルが1以上で残職のときは前回当社よりもそのカテゴリー割合が相対的に高く、えー、1以下で間食のときはそれが相対的に低いことを表しています。 これは2017年の図で、えー、シェアが大きい、えー、上位3つは、えー、肯定中立、肯定的なグループとして、えー、どちらかというと肯定的なグループが占めていることが分かりました。また2021年では、えー、共通のトピックである弱 P12 という項目が、えー、2017年では肯定的だったのに、 かかわらず2021年では中立的な立場になっていることが分かりました、えー、以上をもちまして、えー、2017年から2021年にかけて国民の社会資本整備の意識は全体として肯定的な方に変化していることが分かりましたまた2017年に関しては年金や医療などを重視するトピックの10テロ補加が、えー、社会資本整備 の増額に最も積極的だったことが分かりました,また2021年ではコロナ対策や生活環境を重視するトピックの重要性 C が、えー、社会資本整備の予算の増額に最も積極的であったことが分かりました、えー、しかしながら、えー、この2つのトピックどちらにも社会資本に直結するタグが見られず、えー、社会資本整備予算に増額社会資本 整備予算の増額に積極的でありながら、えー、その国民の意識は社会資本以外に向いていたということが考えられます。以上の、えー、国土交通白書のデータと、ウェブアンケート調査の、えー、データを用いて、えー、と国民意識と政府,政府の意識が一致、えー、するところを考えました。 まず、国土交通白書では都市整備のキーワードが減少し、地方再生のキーワードが増加しています。それに対して、Web アンケート調査では、空き家率の意識低下を表すタグがの含む弱、日、不安のシェアが低下していることより、政府の都市整備から地方創生のシフトは、国民の空き家率の 意識低下と一致していることが分かりました。また、えー、国土交通白書では災害,災害関連のキーワードが増加しているのに対し、えー、ウェブアンケート調査でも、えー、災害への備えと、えー、避難施設の不足を表すタグが、えー、含まれる弱 P 充実のシェアが、えー、っと増2021年にかけて増加していることから、えー 政府の災害対策の増強方針と国民の災害対策不足の意識が一致しているということが分かりました。一方で、えー、両者の考え方が、えー、と不一致なところに関しては、えー、国土交通白書では、革新的な、えー、とエネルギーとか公共施設、物流、経済、技術などの、えー、革新的な技術や制度に関するワードが、えー、2022年にかけて増加しているのに対して、 アンケート調査に関しては、各トピックで技術や制度に関するタグが見られず、逆に生活や社会制度を意識した制度に関するタグが多いということが分かりました。以上より政府と国民の移動に関してですが、地方から都市へのシフトと災害に関しては、 えー、政府と国民で考え方が一致していることが分かりました。一方で、技術、公共施設、エネルギー、経済などのキーワードは、えー、国だけで国だ、国の政府の考え方にだけ現れていて、えー、国民の意識としては技術への認識が低いという状況になっていました。以上より、えー、作業仮説の政府と国民の間で社会省の在り方に関する 意識に大きな違いはないという、えー、ことは、えー、部分的に肯定されるのですが、全体では否定されることが分かりました。最後に国民と政府の視点の違いについて説明します。えー、社会資本整備や技術革新、成長戦略というのは必然的に、えー、長期的になる一方で、国民の生活のニーズというのは、 えー、その時々の災害やパンデミックの影響で短期的にも長期的にも変化することが分かります。そこで国民の役割はその時々の課題を政府に伝えながら進行中または新規の政策を誘導することにして、えー、政府の役割としては特に長期的な取り組みが必要な、えー、技術、エネルギー、環境、公共施設などの分野で国民の理解を得るということをしながら、えー 両者の視点を合わせる努力をするよりも視点が違うので対話することで社会資本整備の政策を形成していくということが大事だということが分かりました。